今回は大好きな杉田屋さんにやってきているんですけども、店主の津村さんに少しだけお話を伺うことができました。早速ご覧ください。もうちょっとやりたいことがあるんですけど、まだちょっとそこまでいかない。まだちょっと進化の途中。前に比べてかなり食べやすくなったんじゃないかなと思うんですけどね。焼いたもんでも柔らかいのが好きなんですよね、皆さん。柔らかいな、うん、だからやっぱりちょっとそれを今求めてます。いかに焼くんだけど柔らかい。でもただ柔らかいだけじゃなくて、ちゃんと焼いたものっていうのをちょっと求めていろいろやってます、ね、ちょっとしばらく前から箸があのトルネードの頃やから、あ、はい、気になったのコロナで、あれはまあそういう意見が多かったんで、はい、やっぱり変えました。僕あのトルネードの前も無時期もあったん で、 あります、あります。だからそこから箸結構変わってきたな。そうです。で割り箸、まあ、全然関係ぐらいから割り箸になって、そうです、そうです、全然関係ぐらいから。そうです、気になっちゃう。僕は基本柔らかい方ですよ。正直固めはだから修行自体はずっと固めですし、その最初に味見するときは固めで食べますけど、自分で食べなくちゃいけないときってのはほぼ柔らかめの方です。単純に僕が修行がしたくて言っただけなんです。船橋でお店をやってたときに全然もうどうしようもなくて、このままじゃなんかお先に真っ暗だなぐらいに思ってたんで、大変だなと正直、うん、一応食えるぐらいの店にはなってましたけど、うん、僕とだから妻とね、はい、まあ、子供もちっちゃかったし、あの時はもうずっとほぼ一日中働いてたもんですから、これは永久に続けたら俺死んじゃうと思ってた。なんか自分の武器がなくちゃダメだよなと思って、それで社長のところにまあ行ったんですよね、うん、何度か断られてるんですけど、まあ受け入れてくださいまして、たまたまですよ。だから本来は杉田屋をここでやるとかって話なんか全くないんです。ああ、全然そんな話ないんです。最初行って、そうです、行って ただ僕が一生懸命修行して技術を覚えて、その地元に戻ってまたお店をなんか建て直すとかやるとかって、なんかそんな感じだったの、うん、それがなんかいろんななんかテレビの関連とかがどんどん混じってきて、気がついたら私とその石川さんというのが主役でからなってたというだけなの。あ、そうなんだ。そうなんです。それが今だから僕の前に何人も修行に来た方がいらっしゃるんですよ、はい、確か僕が聞いたのは3人ぐらい、3人ぐらいいて、我々がいた時もまた新しく入ってきたんで、都合だから 5,6 人はいたはずなのに、みんな逃げてきた。あの修行に、うん、みんな逃げてきた。あれよりハードだったらちょっとね本物のドキュメンタリー本物です。ただたまにそのいつもだから朝、はい、朝こう来るとここにもうテレビ局の制作会社の方が、まあ、誰か一人必ず常駐してるんですよ。でほぼその人はもう家にも帰らないで寝泊まりしてるような常駐の状態で、で当時はあの小さなハンディカムみたいのを1個持って、はい、それでなんか社長にこうインタビューをしたり、僕らが何かやってるのをこう撮ったりしたのね。たまに大きなテレこういうカメラが来るという大きなカメラが来た時は社長はもう超ハイテンション、もうギアが完全に3段ぐらい上がっちゃって普段でもお店の中に社長が入ったら空気がピリッとするのが分かるんですよ。もうこれ来た時は正直僕らはもう覚悟です。その時はもう今日はしょうがないしょうがない、いかにその下手打たないかというのを考えてもやるし、うん、でも大体こうネタにするために僕は途中では正直少なくなりましたけど、まあ、後から入ってきた方々は結構バチンバチンやられてましたよ。いや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 、当時はなんかあんなのはその飲食の世界では結構普通だったんですよね。そうは言っても、あのお寿司屋さんとかその和食屋さんの話なんか聞いたら包丁でさん叩かれるとか、包丁の背でからね手をバンってやられるのが、下でから蹴りバンってやられるとかね、はい、最後スーパーこっちに持っていくのが結構感動しましたね。僕もくれると思ってなかったんでね、うん、あれ
は感動の瞬間です、ね、あまり泣かない人間なんですけど、なんか少し泣いちゃいましたね。結構ね、冷たい人間って言われるんですよ。そうなんほとんど感情を表に出さないし、言われるんです。あの時はちょっと涙が出ちゃう。人情くれました。そういうこと、この前の千葉店に伺った時に、はい、たまたま娘さんが、はい、いらっしゃってお話を伺った時に、やっぱりそれ僕もね、後から見て、結構なんかお二人で年に1回は動画見られるっておっしゃってて、はい、あ、見ます必ず。お子さんがお二人で、はい、でたまにそれと別にお一人でも見られるっておっしゃってて、見ます。あれはだから、家に未だに VHS にだからあれがあるんですよ、再生レコーダーがあるから。あ、そうか、うん、それでからやってて、でそのうちにそれじゃあもう画像荒くなっちゃったから、じゃ あの CD 開かなくちゃいけないなって焼いて、今でも見てますね、うん、今ハードディスクなんか入ってますけど。なんかそれの話はこの前ちょうど魚津行った時も、小沢さんもね、修行時代の話、さっきあの、はい、修行行って何回か断られてって話されてて、半年ぐらいだったかな、結構手伝ってもらってましたね、最初はじめ屋さんもそうですし、まあ、今の厚木屋さんもそうですね。厚木屋さんもここで働いてます、ね、うん、一時あのうちも手が足んなかった時に、はい、吉村屋の方から、だから杉田でちょっとおめえら働いてこいって、それでしばらくいてくれましたよね、半年ぐらいかな、お二人とも、うん、いろいろ教えてくれたしね、結構最初の頃の話、オープンしたての頃、オープンしてから2年目、3年目ぐらいの時ですね、ほぼ20年近く前の話なんですけど、独立をしてからうんぬんって皆さんよく話をするんですけど、正直僕も最初に吉村に修行に来た時に、社長に第一声最初に会った時に、いや自分でから今お店をやってて、こっちで技術を覚えてから、向こうでから僕もちゃんとやりたいんだとって話をした時に、社長に笑うなよしてた最初、そんな簡単にできると思ってんのかと。もう鼻でフンって笑われちゃいましたよ最初。僕は最初よく分かんなかった、怖いもの知らせってあったんだけど、いやできるでしょぐらいに思ってたんですけど、いやいやいや、ほんの一月ぐらい後にはもう考え方が全然変わっちゃいましたよね。これ一人でできるのかな、一人じゃ絶対無理だわと思って、どうしたらいいんだろうぐらいで思ってましたよ。偉いところに来ちゃったなと。で結局まあ吉村が西口に移転しちゃって、で跡地にでしょ、跡地にってことは今までのお客さん全部来るわけじゃないですか、あのハードのお客さんがみんな来るわけです。そうですよね、そうなんですよ、じゃあ最初の頃覚えてる人、そうなんですよ、これはだからあの味じゃないとか、はい、これ麺の硬さ全然違うじゃねえかと、山子だったんですよ、比べられるのは吉村、比べられんですよ、そうなんですよ、じゃあ最初の頃はまだまあテレビの余波もあって、はい、そのまあ石川さんも人気者でしたから、その変な話だけど、まあちょっと怖いもの見たさとか顔見たさに来るお客さんもたくさんいてくれてやってたんですけど、やっぱりそれ一段落したらもう普通に戻っちゃった時っていうのは、あの今まで来てくれたお客さんしか来ないわけですよ、でかなり厳しいことも言われましてね、あの俺の顔見てわかんねえのかって方がいるわけですよ。あ、なるほど。いやいや、わかりますよ、わかるし、俺の顔見てわかんねえのか思って、好みぐらい覚えてるんだろうとか、あ、おっしゃる通りなんですけど、人間ですから本当ドアスレしちゃう時もあったし、当時はね、であんまりたくさんいたんで、僕らから見たらほら1対500何百って数じゃないですか、でもお客さんから見たら1対1ですからね、当然覚えてるでしょうぐらいに思うんですけど、そうではない方もいるし、で間違えてその麺の方の間違えて出しちゃったら、一口食べてからもう置いてそのまま二度と来てないってお客さんもいるんですよ、何人も、はい、でそういうお客さんの食券って僕最初持ってからずっと置いといたんです、今度来た時にはこれちゃんと返さなくちゃいけない、ただで食べてもらわなくちゃいけないってずっと置いといたんだけど、結局これそれから来ない、一度、いやーシビアな世界で。杉田屋ってこの辺のね、杉田という町のもう文化の一つだと本当に僕は思ってる、だから絶対になくしちゃいけないし、お客さんから美味しいよって言われ続けなくちゃいけない、でそのために頑張る、まあ、売上伸ばそうとか、その、なんていうの、この客数を増やそうとかっていうのは、正直二の次です、それは。そうじゃなくて、とにかくずっと続けられるようにしなくちゃいけないよねって考えてる。はい、というわけでご覧いただきました。
自分もあの例のテレビの番組とか過去の動画をねよく拝見するんですが、ちょっと動画映像だけではわからなかった裏の話なんかも伺えて、もう非常にあの興奮しましたし、貴重なお時間いただいてありがとうございました。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。